アノンシストショートは TBS をはじめとする JNN、JRN 系列各局のアナウンサーの中から毎年優秀なアナウンサーに与えられる賞である。ちなみにアノンシストとはエスペラント語でアナウンサーを意味するアノンシストに由来する。JNN、JRN 系列各局のアナウンサーの資質の向上を目的に1976年から創設。現在は以下に挙げる7部門ごとに最優秀賞と優秀賞を決めた上で、各部門の最優秀賞受賞者からグランドプレミオを選出する。ラジオ関連の部門については、JNN 以外のテレビネットワークに加盟している、テレビラジオ県営局や、NRN とのクロスネット局に所属するアナウンサーも審査の対象に含めている。実際には前年度のアナウンスメントや活動を対象に JNN、JRN 系列各局から推薦されたアナウンサーを北海道、東北、関東、甲信越、近畿、中部、北陸、中国、四国、九州、沖縄というブロック別に審査。各ブロックの審査会で最優秀賞、新人奨励賞に選ばれたアナウンサーを対象に TBS テレビ本社での全国審査を経て部門別の優秀賞、最優秀賞と特別賞を決定する。例年は受賞者を6月に発表するが、最優秀賞の受賞者にグランドプレミオの該当者がいない場合にはグランドプレミオを選出しない。全国審査会での受賞者が一堂に会して東京都内で開かれる表彰式は所属局を超えたアナウンサーの意見交換の場にもなっている。第45回では審査年の2020年初頭から日本国内で新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で全国審査会で決まった受賞者を例年より遅い時期に発表。また表彰式の開催が見送られた。2021年も新型コロナウイルスへの感染傾向が収束していないため、第46回の表彰式をオンライン上で開催。以上の部門以外に特別賞として活動部門賞と新人奨励賞がある。2018年度の第44回審査から創設された新人奨励賞では、JNN、JRN 加盟局への勤続3年目未満のアナウンサーを対象に審査する。最優秀賞受賞者は、太字、グランダプレミオ受賞者は、受賞者の勤務局、局名は、受賞時点で記載。ありがとうございます。